ロシア語なんです。何かと言いますと犬の鳴き声なんですよね。ガフ、すごいなんかワンワンとガフガフですよ。戦ったら一瞬で噛み切られちゃうぐらい違いますよね、なんかね。でも確かにロシアの野良犬見ましたけど大きかったです。大きいですけどおとなしいんですよ。野原で寝てばかりでした。はい、というわけで先日はブルーレイボリューム1発売記念イベントにお越しいただいた皆さんどうもありがとうございました。もう大盛況を見ました。どうもありがとうございました。そしてですね、今日はゲームでもパパの言うことを聞きなさいの最新情報を引っ提げて、バンダイナムコゲームスの水俣プロデューサーが再び掲示板のコーナーに登場します。太っ腹な彼のことですから、今回も何か素敵なお土産をね持ってきてくれているかもしれませんよ。皆さんよだれを垂らして待っていてくださいね。はい、それでは始めていきましょう。パパキキラジオ、最後まで私の言うことを聞きなさい。改めましてパパショー、上坂すみれです。まずはアニメのお話を振り返っていこうと思うんですけれども、第9話ちょっとマイウェイ、これ確か次回予告でちょっとマイウェイって言ったのがひなかっかなんですよね。やっぱりひなかっかの声は難しいですよ。え、ちょっとマイウェイ、ちょっとマイウェイ無理ですね。はい、諦めたところで、はい、お話としてはこうミュウちゃんと仁村さんのおデート会だったというわけで、いや見てましたけどね、2人ともこう機転の利く2人じゃないですか。だからなんかこう不思議な雰囲気なんですよね。もう美女 vs イケメンでしたけれども、駆け引きなのか何なのかわからないけれども、でもなんだか楽しそうで、なんか私はあの風にはなれないなって思いながら見てましたけど、いやーみゆちゃんも可愛いし、仁村さんもなんか何言っても許されるようなかっこよさってすごいですね。何でしたっけ、見てごらんハニー、世界中が僕たちに嫉妬してるぜみたいなことを言ってたんですよ。わー、あれを言えるのはきっと仁村さんだけだってすごい感心してしまいましたけれどもね。はい、でパパキキのお便りメールもいただいておりますのでお読みいたしましょう。はい、お名前、メガネは本体ではないしかしトレードマークさん、ありがとうございます。じゃあメガネ叩いても消えないんですね。なるほど。すみぺさん、パパショー、パパショー、第9話見ました、ありがとうございます。仁村さんは本当にかっこいいですね。いろんなところに気がつき、その上ノリもいい小野さんの声でシンデレラは反則ですよ。すみぺさんも仁村さんにアプローチされたらついていっちゃいますか。家族ともとも応援しています、ありがとうございます。家族ぐるみで楽しんでくださいませ。仁村さんにアプローチされたら警戒しますね。私はなんか忍ばせていきますよ、ポケットとかにね、あとスカートの中とかにね、いろんなこうねものを詰めていきますけれども、いやあそこまでなんかこう好都合な感じの出来上がりのイケメンっていうのはですね、私逆にこうすごい警戒しちゃいそうで怖いです。みゆちゃんみたいに素直に楽しめるか分かりませんよ。しかもね、私みゆちゃんみたいにこう起点がね聞くタイプでもないので、まあ神田神保町とかブロードウェイに付き合ってくれるっていうなら別ですけど、ですけどね、でもちょっとなんかこうあれですよ、水族館とか行っても私多分水槽の深い青を眺めているだけで終わっちゃうので、もう魚がどうとか論じてる、あでもクラゲは好きですけどね、だからこうクラゲ談義に花を咲かせるならいいですけどね。いやーでも難しいところですよ。はい、では続きまして、お名前、太陽の子キュアナインさん、ありがとうございます。上坂さん、ドラストビッチェ、いつもラジオで上坂さんのお声に癒されています。あらまあ本当ですか、癒されている気になっていても実はこう体内に蓄積していて20年後ぐらいに何か発生するかもしれないから、くれぐれもほどほどにお願いします。お手紙を送ろうと思ったのは、先日なんといとこが子供を出産しました、おめでとうございます。
なんとまあ可愛い女の子です。おー、これで自分もおじさんです。ふんふん、ゆうたくんが初めてそらちゃんにおじさんと呼ばれた時のゆうたの気持ちが分かった気がしました。かっこ笑い。はは、なるほど。そして僕にはゆうたとの共通点があります。ひなちゃんは3歳ですね。僕は今高校生なのですが、3年後はちょうど大学1年です。すごくゆうたに親近感を覚えちゃったりしています。確かに。おー、すごい。そのままじゃないですか。もうゆうたに改名したらどうですかね。これで、お兄さんに2人の娘がいたらなーなんて思ったりもしています。かっこ笑い。自分も3年後にはあいたんって言われたいです。これからも頑張ってください。応援しています。やばりエルザバース、ありがとうございます。はあ、なるほど。この太陽の子キュアナインさんはゆうたくんになりましたね。おめでとうございます。3年後にはもう完璧なゆうたくんですよ。もうで何ですか、じゃあ花村製菓で働くといいと思いますよ。もういちご大好き教に入信してね、こう黙々といちご並べて、でもこう疲れ切っていちごしか、こういちごと自分しかね、こう世界に存在しないんじゃないかっていうまやかしを持ち帰って家に帰ってきたら、おいたんって言われて、おいたんって言われて、こうひなちゃんのようなね天使にねアタックされて癒されるっていう、そういう日常を送れるんじゃないんですか。でもこれ同居しないとできませんね。どうすればいいんですか。いとこお姉さんの同居すればいいんですかね、これでね。で、僕のことはおじさんと呼びなさいってもう親の名前を覚えさせる前に言うんですかね。だからあれですよ、もうおいたんって呼んでねって今から教育を施せば、3歳の頃には立派にこうおいたんおいたんって慕ってくれるはずですから。そうですね、あと何すればいいんですかね。あとはこう髪の毛を伸ばさせて、ひまわり型のヘアゴムをつける、完璧じゃないですか。じゃあもう名前はひなちゃんですかね。いや、ちょっとそれはあまりにも首を突っ込みすぎましたけれどもね。はい、ではもう一つ行きましょう。お名前ミルダさん、ありがとうございます。上坂さん、ズドラストビッチェ、ズドラストビッチェ。自分は先月高校の卒業式がありました。ふんふん。3ヶ月同じクラスでずっと好きだったあの子に思いを伝えられずに終わってしまいました。なんだか自分が情けなくなり、そして心に隙間があるかのようになんだか落ち着きません。はあ、上坂さんは高校卒業の時どんな気持ちでしたか。やるせないですね。ミルダさん、人生とはやるせないですね、本当にね。こういう、でもなんかこういう煮え切らない原因が自分にあると思うと、ますます煮え切らないんですよ。そんでこうね、暗いね青春の炎を燃やしてね、変な道に突っ走るわけでございますよ。だからもうくれぐれも、でも地下の世界は楽しいですからね。あなたも今からでも遅くないですから、こういろんな趣味を探してね、見てはいかがですかね。まずはこう中野ブロードウェイとか行ってみてね、自分の好きなお店を見つけて、私の高校時代ですか、高校卒業の時ですか。もうなんかですね、女子校にずっといたんですけれども、こう小中高と同じ学園にいたので、もうそろそろお外に出たいぞっていう気持ちがあってですね、同じくこう小学校からずっと上がってきたという同胞がいたので、その子とわっしょいわっしょいしてました。やったー、合格わっしょい、卒業わっしょいってやっててですね、もう高笑いが止まらなかったですよ。大学万歳っていう気持ちでいました。その頃は大学が楽しいと思っていたのでね。はい、いやだからですね、私の高校卒業は楽しかったですけれども、じゃあ卒業式で煮え切れなかった思いはですね、その後の人生に燃やしてみてはいかがでしょうか。その暗いね炎をね、どんどん消化していくといいと思いますよ。もうなんかそういうテーマの小説とかいっぱいありますから、頑張ってくださいませ。はい、ではもう一ついきましょう。明日があるささん、ありがとうございます。さてどうかな。上坂さん、こんにちは。こんにちは。僕は今テスト期間の真っ最中です。あら、大変大変。工業高校に入ったので専門的な教科もあり、正直かなり大変です。そこで上坂さんにお願いなのですが、そらちゃんの声で励ましの言葉をいただけないでしょうか。きっと 120% の力で頑張れると思います。ぜひお願いします。そらちゃんですね、そらちゃんの声で。これはお兄ちゃんでよろしいですか。よろしいですかね。じゃあお兄ちゃんに向けて、工業高校に入ってしまったお兄ちゃんに向けて、そらちゃんエールを送りたいと思います。お兄ちゃん、
今日もお疲れ様。なんかお兄ちゃんのカバン見たんだけどね、なんかすごい難しい勉強してるんだね。私難しいの全然わかんないけど、お兄ちゃんなら頑張れるって信じてるから、お兄ちゃん頑張ってね。あんまり変わらないですね、地声とね。いいんですかこれで。あんまり地声と変わらないので、あんまり変わり映えがなくて面白みがなくて元気になれないですかね。でもそらちゃんの方が私よりもですね、何倍もピュアエンジェルでございますから、あのこれで元気をお出しになってくれればいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、続きましてツイッターのつぶやきがありますので、はい、久々にご紹介しましょう。ツイッターネームまるさん、その恋人君の妄想じゃないの？わろた。あ、これは前回放送いたしましたホワイトデーぐらいの放送でありましたですけどね、冒頭のロシア語講座がその恋人君の妄想じゃないのっていうですね、ほっときやがれという感じのこうあの文章をご紹介したので、もうなんかこれ自分で言っててもすごく傷つくんですよ。なんでこうわざわざね、虚しいと分かっていてあえてそれを上から覆いかぶせて楽しんでるのに、そういうのをですね、あの踏みにじるようなね、あのことを言っちゃいけないんですよ。だからほっときなさいよもうって言いたいんです。私は言いたかったんです。それでも笑っていただけたなら万々歳でございますけれどもね。はい、番組では皆さんからのお便り募集しております。メールアドレスはパパキキアットマーク響きハイフンラジオ .jp、 パパキキアットマーク響きハイフンラジオ .jp、 パパキキの綴りは PAPAKIKI です。お便りはメールホームからも送ることができます。たくさんのお便りお待ちしております。それではここで一曲お聴きください。パパの言うことを聞きなさい、オープニング主題歌、北村えりさんでハッピーガール。最新情報を紹介していますが、今回はバンダイナムコゲームスの水又プロデューサーをお招きしてお送りします。水又さん、よろしくお願いします。はい、水又です、よろしくお願いいたします。はい、またようこそお越しいただきました。はい、出しゃばったような感じで出てきましたが、いやもう私が出しゃばってるもう全然お気になさらないで、はい、ありがとうございます、おくつろぎくださいませ。はい、はい、で早速なんですけれども、はい、今回はどんな情報を持ってきていただいたんでしょうか。はい、まずは今回はですね、ゲームでもパパの言うことを聞きなさいのオープニングテーマの方がですね完成しまして、はい、そちら高梨三姉妹が歌うキャラクターソングのスマイルコンティニューという曲がありまして、はい、そちらをまずはお聞きいただければと思います。はい、ピンチはチャンス、だって今日も期待しちゃうから
姉妹が歌のスマイルコンティニューでございますよね。はい、そうです。本邦初公開でございます。初公開ですよ、はい、皆さん大丈夫ですか、心の準備は。はい、3姉妹が一緒に歌う曲っていうのがこの曲初めてなんですよね。そうなんですよね、はい、去年からキャラクターソングをこう一人一人、出していっていただいて、はい、で最後に3姉妹がこう歌う感じのキャラクターソングで締める形になってます。はい、はい、いやこれすごいなんか元気いっぱいな曲なんですよね。そうなんですよね、はい、もう笑顔になれるような感じの歌になってます。まさにスマイルがコンティニューしちゃう曲なんでございますね、はいはい、ちなみに、はい、こちらはどういう風に聴けるんでしょうか。はい、ゲーム内ですとゲームの冒頭のオープニングのところに、はい、この曲90秒バージョンに対して、はい、オープニングムービーがついた形で再生されることになっております。まさかパパキキゲームを起動したら、はい、このPV とともにスマイルコンティニューが聴けるという、はい、そのようになっております。なるほど、はい、これは CD で発売されたりはするんでしょうか。はい、そうですね、 CD の方なんですけれども、はい、一般の販売ではなくてアニメのブルーレイディスクの第3巻にですね、うん、CD としてフルバージョンが収録されて特典としてついてくる形になっております。フルバージョンがブルーレイ第3巻にて聴けるということですね、はい、フルバージョンが聴けるのはブルーレイだけです。だけです、はい、皆さん分かりましたか。復唱してくださいね。はい、はい、曲をじっくり聴きたい方はゲームの公式サイトにある第2弾の PV をご覧になっていただきたいと思います、はい、そちらでも、曲の方長めに聴けるようにはなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。私も早速見てみようと思います、はい、ありがとうございます。はい、いや、そして今回はこれだけではないということなんですけれども、はい、そうですね、今回は、まあ、タイアップ曲と別で、はい、またゲームの宣伝をさせていただこうと思うんですけれども、はい、まあ、僕が前回みたいにゲームの紹介をしても、まあ、つまらないと思いますので、実際上坂さんの方にですね、はい、こうゲームをプレイしていただきながら感想をいただこうかなと思ってゲームの方をお持ちしましたので、はい、ぜひぜひプレイしていただければと思います。こちらに、はい、黄土色に輝く PSP がございますけれども、はい、こちらにパパキキのゲームが入っていらっしゃるんですね、はい、出来たてほやほやのゲームが、ほやほやの、はい、もう熱々の、ちょっと起動してみます。あ、はい、着きました。これが、あ、6畳間です。これあのですね、なんでしょう、ゆうたくんのお部屋が今映し出されていて、これ 3D で立体的に、はい、でまた、2.5 等身ぐらいの可愛いキャラクターになって、デフォルメされた感じので、ひなはなんか瞑想していて、そらちゃんじゃない、みゆちゃんが机に向かってなんか書いてます。あ、なんかノートを広げています。宿題やってますね、それ。宿題やってますか、はい、あ、宿題をなんかやってる最中に話しかけるとなんかあるんですかね。はい、宿題の答えを教えてって感じで問題を出されますね。別に触るんじゃないとか言われるわけじゃないんですか、はい、大丈夫です大丈夫ですか、大丈夫です、本当ですか、安心して、はい、あー、すごい、はい、いろいろありますね。うわ、いろいろやってみたいんですけれども、はい、ちょっと誰かに話しかけてもいいんですか。はい、大丈夫ですよ。本当ですか、はい、じゃあちょっと、どうしようかな。じゃあみゆちゃん、宿題大丈夫、宿題、なになになに、なに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 、なんでも聞くよいいパパになってますねうん、全部書いてあげるよあー、でもきっとみゆちゃん小学生だから、一応そうですね、一応小学生なのでゆうたくんでもできる、はい、はずの問題が出てきますあ、これ実際に解くんですよね。解きます。あー、はい、シナリオを書いた方が実は塾の臨時教師とかをやってらっしゃる方で、はい、意外と本格的な問題が収録されてます。あ、はい、確かこうそらちゃんのセリフを収録するときに、はい、なんかこうなんか5教科ぐらいいろいろさまざまな問題が出てきて、そうですね、そらちゃん中学生のちょっと難しめになってますね。そうなんです。なんか衆議院選挙、参議院選挙とかみたいな感じだったかもしれません。社会科的な問題も入ってましたね。あ、やばい、問題は聞いてなかったけど選択肢が分からないどうしよう、どれどれ、直感でお願いします。どれにしようかな。天の神様に責任を押し付けるなのなのな、手。何選びましたか、ちなみに。手だよって。あ、手も借りに、お、
も借りない。 あれ当たってる。正解っぽいですね。ぽい。ヨタくんがちゃんと猫の手も借りたいの説明をしている。はあ、うんうん。これ正解じゃないですか。おお。だって他の選択肢金とかでしたからね。ああ、なるほど。上手の金から金が漏れる、よくわからない。まあでも一応間違ったバージョンも音声入っているので、はい、それも聞いてみるとまた面白いかもしれないですね。わーい、役に立てた。あ、おめでとうございます。こうやってこう、はい、コミュニケーションを取っていくイベントがあるんですね、はい、っていうのが六条間からこう広がっていく形でたくさんある形のゲームになってます。はい、こう六条間の外に出るとまた違うことが起こったりするんですかね。そうですね、六条間から外に出ると、うんうん、花村製菓でバイトしたりですとか、はい、はい、原作通り大学に行ったりですとかって形になっています、はい、あー、なるほど。あ、朝になっちゃいました。はい、今のが夕方のイベントなので、はい、それが終わった後、一日終わって朝のこう挨拶があって、あ、朝の六条間のコミュニケーションが始まるみたいな感じの。あ、この朝の六条間のコミュニケーションはランダムで、はいはい、朝の、挨拶的なイベントがあった後に、はい、こう六条間でもう一度コミュニケーションが取れる形になってます。なるほど、はい、で朝夕ってコミュニケーション取りながら、はい、1ヶ月間を過ごすっていうゲームになってます。そうなんですね、はい。あ、やっぱり朝起きたばっかりの、今ソラちゃんと喋ってるんですけれども、はいはいはい、ソラちゃん朝起きたばっかりの時はリボンが取れてるんですね。あ、そうですね。でもこうバッチリアホ毛が立っているんですね。いや、やっぱ絵がついてると可愛いですね。あ、そうですね、はい、あと音声がついてアドベンチャーゲームですからね。そうですね。いや、もうこれご覧いただけないのが残念ですけれども、皆さんもうね、なんていうかこう生殺しと言いますかね、なんで音声だけなんじゃっていう感じだと思いますけれどもね、はい、いやでもあのロード画面まですごい可愛いです。あ、ちょこちょことキャラクターが動く感じのやつですね。はい、これはもしかしてこうバイトに行ってきますとかもあるんですかね。あります、あります。これ玄関の方に行くとバイトに行くっていう項目も出てくるんですね、はい、はい、そうですね、あの、はい、6畳まで生活するには、まあ、お金が必要ということで、はい、そうですね、はい、アニメのようにあんなたくさんご飯を買っているとすぐに破産してしまうので、はい、本当ですよね、はい、もう強制送還が待ってますよね。はい、よしこおばさんにちょっと、はい、話されてしまうので、そこはこうゆうたくんがバイトをして生計を立てていきますというところですね、はい、玄関の方からバイトに行くことができるようになってます。はい、はい、これで花村製菓に行くことができるんですね。はい、花村製菓に行って花村先輩の指導のもと、はい、こうチームの一員となっていちご大福を作ることができるようになっております。はい、はー、なるほど。あー、厳しいけど金額がいい、はい、花村製菓の。そしてバイトに行く前に、はい、3姉妹の誰かがこう行ってらっしゃいという言葉をかけてくれると。なるほど、はい、お、花村製菓にやってきました。はい、はい、いちご大好き。いちご大好き。いちご大好き。あ、よかった、許しが出ましたね。あ、バイトする前もちゃんとこういう会話があるんですね、はい、なるほど。あ、単純作業の、はい、あ、いちごを置くリズムゲームみたいになってるんですね。そうです。またなんか絵柄が可愛らしいのは、はい、いちごのいちご大福仕様なんですね。そうですね。うわ、うわ、来た来た、話してる間に、あ、とえ、こうして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 、はっ、ちょっと待って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 、これ一回できなくなったらもうダメですね。あ、なんですか、難しい。リズムゲームっていうのはなんかそういうものみたいですね。そうですね、はい。しかもこれ結構短いスパンで、はい、いちごを並べていくんですね。並べていく職人技ですからね。心が折れかけて、そうですね、もう泥ついてるようなもんだけど。はい、また次来てくれ。
結構厳しいこと言われましたけど、うまくいくとちゃんとさすがだ瀬川と言ってくれるので、そうなんですか、はい、皆さん頑張ってみてくださいね。えこれ多分成功率によって金額が変わってきたりするんですかね。そうですね、はい、はい、他にコンビニに行くバイトもあるんですけど、はい、うまくやるとコンビニの倍は稼げるみたいな感じの。あ、なるほど、花村製菓になっております。じゃあこう歩合制の厳しい社会なんですね。はい、厳しい社会ですね。あ、なるほど、すごい。というわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごい、今ちょっとだけプレイしただけでもすごく面白くって、もう、はい、プレイしている間にあっという間に時間が過ぎてしまいましたけれども、ありがとうございます。はい、それでですね、はい、ちょっと小耳に挟んだんですけれども、はいはい、今回も素敵な素敵なものを持ってきていただいたそうですね。はい、僕もただ来るだけだと、はい、あれですので、またゲームの方のプレゼントをさせていただければなと思って。あ、はい、前回は限定版でしたので、はい、今回はちょっと限定版から落ちてしまうんですけど、通常版の方をプレゼントさせていただければと思います。はい、でその代わりにプレゼントの本数の方は3本お用意しましたので。3本、はい、3本ですよ。さすがもう水俣さん、髪型をチェンジなさっただけのことはあります、はい、もうさらなる進歩を遂げていらっしゃいますね。ありがとうございます。確か半年後にはオールバックになるそうなので、はい、皆様ご期待くださいませはい、どうもありがとうございます。プレゼントのキーワードなどはどういたしましょうかね。はい、今回のキーワードは、ゲームのテーマソングである曲名でスマイルコンティニューでお願いいたします。スマイルコンティニュー、はい、覚えましたね。ありがとうございます。このゲームが欲しいという方はこの番組宛てにメールで応募してくださいませ。メールの件名に、ゲームプレゼントと書いて、本文にキーワードのスマイルコンティニューと書きまして、そしてゲームが欲しいという熱い思いを書いてくださいませ。応募締め切りは次回更新の3月22日までとします。当選者は後日番組内で発表するのでお楽しみに。たくさんのご応募お待ちしております。それでは水俣さん、最後にゲーム以外の告知もありましたらお願いします。はい、アニメがですね3月の末で終わるかと思いますが、はい、そのタイミングでですね、東京 MXTVK のアニメの終了のタイミングに合わせまして、はい、3月28日の夜9時からですね、はい、バンダイナムコゲームスグループで運営しておりますバンダイナムコライブ TV というストリーミング放送にて、はい、上坂さんをゲストに迎えてパパキキの特集を放送しようと考えております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう多分みんなアニメ見終わって盛り上がってると思いますので、はい、そうですね、そのタイミングでこうストリーミング放送でアニメの最終話に関連した話題から、はい、ゲームの特典の映像の初出しであるとか、はい、また実際のゲーム画面を元にしてトークセッションなどを予定しておりますので、はい、じゃあもう今日のですね、あの音声だけゲームプレイでイライラした方はですね、ぜひともこちらのバンダイナムコライブ TV をご覧になって、はい、少しでもゲームの最新情報をゲットしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ぜひ3月28日の夜9時は、PC の前で待機していてください。はい、はい、で最後になりますが、パパの言うことを聞きなさいのアプリトイボックスの方がスマートフォン向けに大好評配信中でございます。はい、はい、基本無料のアプリですので皆さんぜひダウンロードしてみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、詳しい情報はパパの言うことを聞きなさいのホームページでチェックしてください。今回はバンダイナムコゲームスの水俣プロデューサーにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上パパキキ掲示板でした。パパキキラジオ。お送りしてきましたパパキキラジオ、高梨ひなキャラクターソングシャラララルンダをお聞きいただきながらエンディングです。番組ではお便りを募集しております。あなたのパパを教えなさいではパパあるあるを教えてください。次回のテーマはパパと親父の境界線はです。今回はお休みでしたけれども次回やりますのでどうぞよろしくお願いします。メールお待ちしております。その他番組の感想、私への質問など普通ともお待ちしております。メールアドレスはパパ
パキキアットマークひびきハイフンラジオドットジェピー、パパキキアットマークひびきハイフンラジオドットジェピー、パパキキの綴りは PAPAKIKI です。お便りはメールフォームからも送ることができます。そしてこの番組ではツイッターでもお便りを募集しております。シャープパパキキアンダーバーラジオというハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてください。ラジオネームを書くのもお忘れなく。たくさんのお便りお待ちしております。そしてですね、お知らせ最後に、パパキキラジオのラジオ CD が4月25日にいよいよ発売でございます。そして発売記念イベントも29日にありますので、まずよろしくお願いします。というわけで、いや今日はですね、私ゲームできて本当に楽しかったです。皆さん画面がなくてごめんなさいね。いやもう私だけ幸せな思いをして本当にね、憎たらしいですよね。でもね、本当にね、もう表に出ろって感じですよね。ごめんなさいね。でも楽しかったんです、すごく。だから皆さんももうすぐできるんですから、もうこのね、イライラと悔しさと歯がゆさをですね、胸に抱きながら発売をお待ちくださいませ。はい、というわけでお別れの時間でございます。ここまでのお相手は宝石スライコの上坂すみれでした。来週も私の言うことを聞きなさい。